Ladies and gentlemen, this is Sunday Talk from Akito's Ukulele. こんにちは、皆さん、アキートです。サンデートークでは、アキートがその週に思ったことをね、ベラベラ喋るというね、放送をやっております。日曜日の7時ぐらいに放送しておりますので、もしね、いいと思った方はですね、チャンネル登録の方とグッドボタンの方ね、よろしくお願いいたします。で、今週の内容はですね、ウクレレのストラップについて話していきたいなと思います。ウクレレのストラップって何かっていうと、こんなんだったり、ね、こんな感じのね、だったり、まあ、こんなんもあります。合計で3本持ってるんですけど、このストラップ何に使うかっていうと、まあ、立って、ね、演奏するときにこれウクレレがつってくるのを抑えてくれるっていうのが、まあ、ストラップの、まあ、使い道になりますね。でまず最初にこのウクレレストラップって必要なのかってことについて話していきたいと思います。で個人的には僕はストラップは入れないと思ってるんですよね、まあ、なくても弾けるっていう風に僕は思ってます。まあ、5年ぐらいウクレレ弾いてるんですけど、最近になるまでねストラップつけたことがなかったんですよね。なのでつけなくても弾けるってことはお伝えしておきますね。まあ僕結構座って弾くっていうのもね、まああるんですけど、立って弾くときも別にねストラップなしで弾いてることが多いですね。なので弾けないこともないんですよ。でもですね、まあウクレレね立って弾くときに押さえながら弾くってなるんですよね。まあこれ落ちてこないように気をつけながら弾かないといけないんですよ。こっち側でもストラムしないといけないので、ストラムしてるときってこっちもちゃんとここ支えとかないと落ちていくんですよ。なのでもう左手なんかねコードを弾きながらこれが落ちてこないように支えないといけないっていうね、結構高度なことが必要になってくるんですよね。なのでもし初心者の方で立って弾く必要がある、例えばオープンマイクでね歌う必要があったりするときは、やっぱりストラップあった方がいいんじゃないかなと僕は思います。まあここでちょっとねどうやってね押さえてるかってことを言っときますね。まずここのね胸のところと腕のねここの部分で挟んでます。こうやって挟んでる時にですね、この弦に触れちゃうと音がね鳴らなくなっちゃうので、腕とかが当たらないようにしてギリギリとこう押さえて、みたいな感じで弾くと、まあ全然ね立ってる時にも押さえながら弾くことっていうのはできます。でこっちの手にもねちょっとウクレレの重さがかかるんで、まあ、コードのチェンジが難しくなったりするんですよね。もしね初心者の方で立って弾く必要がある場合にはストラップをね買ってみるのもいいんじゃないかなと思います。そんなに高くないのでね、まあだいたい1000円以下ぐらいで買えるものがありますので、そちらの方を買ったらいいかなと思います。でちょっと今からねストラップの種類について話していこうと思います。ウクレレのストラップにもですね結構ね種類があるんですよ。で買うときに気をつけないといけないんですよね。ウクレレを見ながらですねどのストラップを買うかっていうのを考えてみてください。今回3本ね、だいたいこの3本が種類なので、そちらを見ながらですねどのストラップを買えばいいのかっていうのを、まあ、ぜひね見てみてください。まず1個目の種類ですね、こういう感じでこの先っちょが両方とも穴がついてるタイプですね。両方とも穴が開いてるタイプっていうのはどういうウクレレに向いてるかっていうと、こういうウクレレですね。こういう感じで後ろにもピンがついてるし、ネックの後ろにもピンがついてるタイプ、このタイプにはこのストラップを買うのをおすすめします。こういうね両方とも穴がついてるタイプのやつを買うのをおすすめします。こんな感じでつけてそうするとこんな感じでハンドバッグみたいな感じになりますね。間に頭を入れてあげると、まあ勝手に自分で浮いてくれます。手押さえてないですよね。そうすると弾きやすくなりますね。はい、そうするとね結構弾きやすくなります。でこれはやっぱりここにねエンドピンがついてたりとかピンがついてないと弾けないんですよね。で2個目の種類を紹介したいと思います。2個目の種類っていうのは片方が穴が開いてて片方がこの紐になってるタイプですね。このタイプが2個目の種類になります。これどんなウクレレに使えるかっていうと、まあ、これごめんなさい同じウクレレでやるんですけど、こっち側にはピンがついてると、後ろにはついてるんだけどこっち側にないと、あるんですけどね、ない場合ですね、どうすればいいのかっていうと、まあ、後ろにはねこれをつけて、でネックのところにこの紐を巻きます。そうするとちょうど釣れますよね。さあこのストラップはですね実はギター用なんでちゃんとはまらなかったんですよ。なのではめれないんですけど、こっち側見せますね。ここのね見てください、このネックのここの白いやつの上のところに弦がちょっと浮いてるじゃないですか。そこにちょうど
糸を通します、うん、こういう風に通して、でそこでちゃんと結んであげると、だこの糸に触れないようにした方がいいですね。触れずに結んであげると、まあ、ちゃんとねさっきのやつみたいな感じでちゃんと釣ることができます。でこれが2つ目のタイプですね。なのでウクレレを見てみてですね、エンドピン、ここはですねピンが1個だけ後ろにお尻についている場合は、まあ、そういったタイプのやつを買ってみるのがいいと思います。例えばですね、初心者用のやつで有名な AU1、 アーリアの AU1 ってやつはですね、後ろにエンドピンがついてますので、まあ、それを持たれている場合は、まあ、こっち側穴開いてるやつで、こっち側紐のやつね、まあ、こういうのを買ったらいいんじゃないかなと思います。3つ目の種類がですね、どのウクレレもつけれる種類なんですけど、こういうタイプですね。ちょっとよくわかんないじゃないですか、まあ、こういうタイプなんですね。フックみたいになってるんですよ。これどうやってつけるかっていうとですね、このウクレレのね、ここのホールのところに引っ掛けます。こういう感じで、このフックあるじゃないですか、これのフックをここに入れて引っ掛けます。そしてこの紐をですね下に通して、こうするとなんかサックスみたいなね、サックスもこんな感じで釣ってますよね。ここに頭を通します。はい、できました。そうするとまあ前の部分はね安定してないんですけど、ちゃんとねこっち側はね、あこれもちゃんと押さえてないといけないんですけど、まだ手だけで押さえてるのには安定します。はい、このストラップもね結構ありだと思います。でここで思うと思うんですけど、この3つ目のやつを買えばいいじゃんってことなんですよね。そもそもですね、1番目のやつと2番目のやついらねえじゃねえかということになるわけなんですけれども、まあ、このね3つ目のやつにちょっとねデメリットがあります。さっきも見せた通りですね、ちょっとね左右にゆらゆら揺れたりとかね、まあ、手放しと落ちちゃうんですよね。1個目のやつとか2個目のやつっていうのは手放しでも落ちないんですよ。なので、まあ、そういったね欠点とか、もう1個がこの引くときにたまに邪魔になるんですよね。そんななんか気になるレベルではないんですけど、たまにあーちょっと当たるかもみたいな、爪がちょっと当たっちゃうとかね、たまにあるんですよね。なので、まあ、演奏中にちょっと気になるかもしれません。ちょっと邪魔になるんですよね。なのでですね、もし、まあ、このエンドピンがね1個でもついてる場合は、まあ、2番目のやつを買ったりとか、両方についてる場合はですね、できれば、まあ、こういうね穴の開いたやつで釣れる1番目か2番目のタイプを買うのをおすすめします。もしあなたのウクレレがですねこんな感じで何もついてなくて、これも何もついてないというウクレレの場合は、まあそういう3個目のやつをね買うことをおすすめします。そうすればですね、まあちょっとね釣ったり釣って弾きやすくなったりしますね。はい、まあぜひね自分のウクレレを見てみてですね、でもしねピンがついてる場合は、まあ、できればピン専用の穴の開いたですねストラップを買ってみるのもいいんじゃないかなと思います。でもしねピンがついてない場合はですね、3つ目のこのタイプのフック系のやつを買ってみるのがいいかなと思います。でちなみにですね、このフック系のやつのちょっとね上位バージョンって言いますか、邪魔になるって言ったじゃないですか、その邪魔になるのを軽減したのがジェイク島袋さんのね開発したですねストラップなんですね。ジェイク島袋さんがつけてるやつ、ちょっとここに写真出しますね。これなんですけど、これ一緒なんですよ、原理は一緒ですね。フックになってるんですよ。フックをここにはめるんですね。でもこのフックの部分が平べったいんですよ。平べったいので、この引いてる時に全然邪魔にならないんですよね。なのでもしねエンドピンついてなくて、まあつけて、まあ、ちょっと邪魔になるの嫌やなと思う方はですね、ジェイク島袋さんモデルのやつをね買って入れるのもいいんじゃないかなと僕は思います。僕持ってないんですけどね、まあ欲しいんですけど、ちょっとねまあいいかなと、まあ、なくても弾けるしと思いながら買ってないんですけどね。まあ、ちょっと待ってよと、まあ、1番2番の方がね、1番2番目みたいにピンがついてる方が安定するんやったら、なんでジェミキシマブクロフさんですね、あのウクレレの神様と言える人がですねピンつけてないねってことなんですけど、これ僕はね多分あのウクレレに穴を開けるとですね、結構ね音が変わったりするっていうことが言われてますから、そういったものを気にされてるんじゃないかなと思います。まあ、せっかくのねカマカのねジェイク島袋さんバージョンだとね、まあ、100万を優に超えるわけですけれども、あのカマカは基本的にスポンサーにはならないらしいですね。なのでカマカのウクレレを弾いてるウクレレプレイヤーさんいっぱいいると思うんですけど、彼らは自分たちで買ってるんですよ。まあ、あの100万とかのねウクレレに穴開けるのってなかなか忍びないと思うんですよね。穴開けてエンドピンつけるっていうのはなかなかねできないことだと思います。なので多分ジェイク島袋さんはですね、この3つ目の種類のやつで、まあ、どうにかね、邪魔にならないように
っていうのを考えてストラップを作られたんじゃないかなと僕は思います。はい、これでですね、基本的に今回の放送の内容はおしまいです。今回紹介したウクレレのストラップの Amazon のねリンクの方は下の概要欄にね貼っておきますので、ぜひねよかったら見てみてください。はい、これです。はい、これで今週のサンデートークはおしまいです。もしこの内容がいいと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方をぜひぜひよろしくお願いいたします。 Twitter の方もやっておりまして、 Twitter の方だとですね結構ね反応率がいいので、何かありましたら Twitter の方でもねご連絡していただければなと思います。 Twitter のね QR コードを貼っておきますので、そちらの方からね友達追加していただければなと思います。はい、ではまた来週のサンデートークでお会いいたしましょう。バイバイ。